皆さんこんにちは、松寺健太です。今回は僕なりの大会前の調整法について話していきます。僕自身数々の大会を経験してきて、この大会前の調整法がどれだけ重要かっていうのを強く感じている部分があります。皆さんに少しでもこの調整法がどれだけ重要かっていうのを知ってもらいたくて、これから話していきます。調整法とは、いざ本番になった時に自分のベストパフォーマンスを常にするためにやることです。この話をする理由としては、今、大会が中止になったり練習ができない中で、技術を上達することはすごく難しいことだと思うので、調整法を話すことによって、すぐこの調整法は身につけられると思うので、ぜひ僕なりの調整法ですが、少しでも参考になればいいなと思って話していきます。まず失敗談を話していきます。僕の失敗談は、大会直前に練習量を増やすことです。それによって、やっぱり大会前に近くなればなるほど、やっぱり気持ち的には焦ってくると思うんですよね。そうなった時に焦って練習をしすぎると、体調崩したり、もともと普通だった技術がなんか不調に感じてきたり、多分そういう連鎖が起きてくるので、大会直前には焦らず練習をやりすぎずっていうのが僕の中であって、僕は現にそのやりすぎて直前に体調崩したり、だんだん調子が卓球の調子が悪くなっていったっていうことがありました。大会前に、あらかじめ対戦相手がある程度分かったり、あとライバルの選手だったり、そういう人たちのデータを事前に準備しなかった時とかに、いざ試合がスタートした時にスタートダッシュとかが遅れて後手後手に回っていくことがよくあります。これらの失敗談を踏まえて、僕は大会の1週間前から練習量を落とすように改善しました。そうすることによって、大会中にピークを持っていくことに成功しました。僕が出る大会は、ある程度大会前に組み合わせが出るので、大体当たる相手だとか初戦の相手だとかのデータを集めて、映像を何回も見て戦術を立てたり、相手がどういうサーブを出してくるのとか、相手がどこが苦手なのかを毎回頭の中に入れながら常に練習していきます。食事に関しては、栄養が偏らないように気をつけました。睡眠に関しては、寝る時間と起きる時間を一定にして、生活を正して体調を整えるようにしました。これらを改善したことによって、まず不調がなくなりました。ベストパフォーマンスまではいかない時もありますけど、自分なりの最低限のパフォーマンスはできるようになりました。なので、自分なりの調整法や過ごし方を見つけることによって、試合で勝ちやすくなったり、実力の発揮につながります。今まで僕が言ってきた調整法は僕の調整法なので、皆さんに当てはまらない部分もあると思います。では、どうやって自分自身の調整法を見つければいいと思いますか？まず一番大事なのは自分を知ることです。僕は試合の時、バックハンドが振り切れている時がすごくいい時なので、練習からバックハンドを振り切る練習を多く取り入れています。僕は試合の中でダメな時は、戦術の幅が狭まって単調になってしまうのと、あとは両ハンドのバランスが悪くなって、フォアハンドを使いすぎるとダメになっていくので、練習では普段からこの台の前面を使うことを心がけたり、なるべく両ハンドで打つように心がけてます。試合で勝つためには、試合の中で1ゲーム目を取ることが間違いなく有利になっていくので、そのためには試合前のアップをしっかりしていきます。小中学生の場合は、1本目から声を出すことによって気持ちが乗ってくると思います。
今まで僕が言ったことはあくまで参考で、これが全てではありません。絶対自分に合ったスタイルや考え方があると思います。だから自分を知らないと、この自分に合った調整法は見つけられないと思います。どうやって自分の調整法を見つけるかというと、失敗や敗戦をした後にすぐ反省して、失敗のまま終わらせず次に生かすようにすること。考えても分かんない人たちは周りに聞くことをお勧めします。周りとはコーチだったり、いつも見てくれている人、先輩後輩同期だったり、客観的に見てくれている人に聞くことも大事だと思います。今はいろんな、調整法だったり情報が入ってくると思うんですが、それを考える、頭で考えるだけじゃなくて、ぜひ実践してもらって自分の調整法を見つけてください。最後に、僕もそうでしたが、実力があっても大会で力を発揮できない人たちが多いと思います。それが一番もったいないです。なので実力を発揮しやすくするために、今話した調整法をぜひ参考にしてみてください。